9月9日午前の取引が終了しました。日経平均株価は下落しています。今日の全引けは昨日との比較で139円88銭安の3万飛び飛び41円33銭となりました。トピックス東証株価指数も 10.03 ポイント安、 JPX 日経400 97.13 ポイント安とそれぞれ反落です。東証一部値上がり銘柄数は全体の約 31%、 687銘柄、これに対して値下がりが約 63%、 1380銘柄となりました。変わらずが 5% 強ありました。トピックス規模別株価指数もいずれも下落、大型中型小型揃って軟調でした。商いは高水準と言っていいでしょう。最も9月に入りまして、夏休みが終わったということで商いは増加傾向ではありますが、今日も引き続き多い水準となっています。今日の全引け段階売買高6億2400万株余り、売買代金1兆4675億円、節目の1兆5000億円には届いておりませんが、それに近い売買代金を前場ではこなしたという形であります。今日は朝方から売り注文が先行して始まりました。日経平均株価、昨日までの8連騰で合計2500円以上一気に上昇してきたということもありまして、急ピッチな上昇に対する警戒感から利益確定の売りが優勢となりました。昨日の欧米市場でも株価が軟調、特にニューヨーク市場などでも景気敏感株などが全体的に売られたといった流れが東京市場にも波及する形となり、このところ全体の上昇を牽引していた景気敏感株の一角などに売り注文が優勢となりました。世界的に新型コロナの感染が再び広がっている中で景気の不透明感なども意識されているという状況であります。もっとも東京市場は自民党の総裁選挙を前にした政策への期待感などで引き続き底堅い展開ともなっておりまして、日経平均株価寄り付きが今日の安値、あれが朝方売り注文が広がって220円余り下げて始まりましたが、その後は下げしぶる展開、マイナス幅を縮めておりまして、結局全引け139円安ということで、寄り付きの安値からは80円余り下げ幅を縮めて終わったというのが今日の前場の動きであります。5番の動向が注目されます。そういった中でこのところ買われていた銘柄が短期の利益確定売りなどで押される展開となっています。例えば代表的なところでは化粧品大手の資生堂4911が軟調な展開となりました。資生堂は昨日まで 10連騰、10営業日連続で上昇してきたということなどで今日は利益確定売りに押されました。新型コロナの国内における新規の感染者数が減少傾向にあるということで、今後の外出増加による化粧品需要の回復などを見越した回で、ここのところ反発が目立ってたという動きでありましたが、今日は全体の流れの中で利益確定売りが優勢というここまでの動きです。逆に上昇した銘柄としましては、ここのところ上値の重かった電力株に大きく見直し買いが入っております。東京電力ホールディングスや関西電力ホールディングス、九州電力ホールディングスなど電力株が軒並み高となっております。電力株に関しましては、自民党総裁選でおける有力な候補の一人と見られております河野太郎規制改革担当大臣が、従来から脱原発の主張を行ってたということが、このところ電力株全体の上値を抑える形になっておりましたが、この河野氏が昨日、原発の再稼働を容認するといった発言を行ったことで一気に見直し買いが入った形です。以上、今日全引けの模様東証アローズからお伝えしました。